ハートとハートのつながりに言葉はいらない。信頼関係に時間も空間も関係ねえ。必要なのは I is oneness love。 Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god、 お前が神だす、 Oh my god。よっぴーたかぴー吉川貴博、チャララン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 ピゲ白髪まみれ悟りマスターでございますね。本当に今日もセクシーバージョンでお届けしてまいりますけれども、いかがでございますか、ボーイズ&ガールズね。本当にご機嫌よって感じでね、今日もね勢いよとお話ししていこうと思うんだけど、最近ねヨッピーがすっげー感じてることを今日は愛するお前にシェアしちゃおうかなって感じね。で、何をシェアしたいのかっつったら、あのさ、信頼関係ってさ、なんかある程度一定期間やっぱり時間を一緒に過ごしたとかね、同じ空間で過ごしたとかってさ、そういうのが必要なんじゃないかなってなんかね、思いがちなんだけども、実は関係ねえやないかってことね。それを感じさせてくれてるのが、僕さ、まだ一度も会ってないさ、ズームだけで繋がってるような人と、今実はもうハートとハート、心と心が繋がっちゃってる感じの関係になったりとか、かたやね、悲しいかな、昔から知っててさ、長い時間をかけてさ、何かこうね、いろいろと取り組んだこともあった仲間、友達って思ってた人とは、実は大してそんなに信頼関係結べてなかったやないかみたいなね。だから関係ないでね、だからいかにそういろいろ言葉を重ねてさ、コミュニケーションを取ったとしても、伝わらないやないかっていうことは伝わらないし、ね。伝わる相手には、もうなんかね、以心伝心ってやつだよね。よく言うね、日本語で。うん。そんな関係でさ、やっぱ愛の次元で繋がっちゃうんだよね。で、それはね、俺なぜかっても最近よくわかってんですよ。それはね、思考、マインドがやっぱり強い人とは、俺もやっぱり繋がらない。どうしても。ハートが開いてる人とはすぐに繋がっちゃう。もうピターンつってもうキスしてね、もう抱き合って、もう朝まで一緒にいようみたいな。男だろうが女だろうが、どっちも OK みたいなね。そんな感じ。まさかのね、まさかの倍宣言出ちゃったけどさ。本当にね、最近はもうそういう感じがするのよ。だから、マインドの次元なのか、やっぱりハートの次元なのかっていうところがすっげえ大事ね。日本語で言ったらほら、心と心の結びつきとかさ、心と心がつながってるとかってさ、あれさ、言葉だけじゃないんだよ。本当にあるんですよ。で、ハートの次元っていうのは、やっぱりね、人の相手のね、幸せを願ってる、これ本当に。本気で、ね。上っ面のさ、そういう風に言ったら、なんかモテるかもしれないとかね。そう言ったら、なんか人としてかっこいいのかもしれないみたいなね。そういうね、僕がね、よく昔思ってたような、そういうしょうもねえことはもう関係なくね、そういうんじゃないよ。本当に深いところから、みんな一つなんだ。みんなでこう、ね、ワンネス、一つなんだっていうさ、共同体なんだみたいなね。そういう感覚さ、言葉にするとなんか安っぽいからすげえ嫌なんだけど。うん。だから、これはね、僕はやっぱり、いつもハートでキャッチしてほしいってさ、こうなんかね、テンポよくさ、なんかよくわかんねえこと喋ってっけど、ハートでビンビン来てる人はなんかもう早いんですよ。だって僕の YouTube 見たばっかりの人が急にセッション申し込んでさ、ヨッピーやばいみたいな、すっげえ癒されるみたいな、ハートフルオープンフルティンって、僕ちょっとなんか下ネタっぽいこといっぱい言っちゃってんですけど大丈夫ですかって言ったら、もう癒される、ラビニューみたいなね、ララララララワンネスラブつってさ、本当に思わず久保田俊信のね、ララララワンネスラブって新曲が飛び出しちゃいましたけどね、そんな感じになっちゃうわけですよ。びっくりしますよね。で、僕は最近お世話になってる資産家さんも、そしてね、体を見ていただいてる、整体師の先生も、最近出会ったばっかり、ここ数ヶ月。俺もうビンビン感じてるもん、本当に。ね。もう整体の先生からね、もう、体を触ってもらうだけで、なんかね、なんかこう注入される。猪木の闘魂注入じゃないけど、その人のイズムをね、あ、また今度ね、詳しくご紹介させてもらいますけどもね、その先生のお人柄とかもね、ぜひ紹介したいなと思ってるんで、なんかね、出会ったばっかりなんですよ。関係ないんですよ。だから過ごした時間とかさ、空間ね、一緒にいた場所とかも、そしてさ、悲しいかな、いくらね、言葉を交わしたって伝わらないんですよ。ね、マインドで生きてる人って、目の前の人をちゃんと見てくれないんだもんだって。で、すぐにパッて反応を起こしてさ、あ、私が否定されたみたいな。ね、そういう人ってね、すっげー孤独なんだよね。だからさ、どっかで誰かと繋がってたいみたいなのを一生懸命なんか言葉を使いすぎちゃったりとか、ね、必死なんですよ。そんな生き方しなくたって、お前を愛してる人が目の前にいるじゃないかって俺は思うんだけど、やっぱり見えない?ね、本当に見えないんですよ。そうよ。恋は盲目の本当に悪いバージョンですよね。そんな感じなんだけども、そうじゃない人とはもうパッて繋がるから、
ね。で、俺はやっぱりさ、もうこれからは、繋がっていく人たちと本当に楽しい時間を過ごしていく。そうすることによって、ちょっと盲目状態になってる人が、パッてこうさ、明るくなってさ、私もそっち行くよみたいな、俺もそっち行くよみたいな感じになってくれたら、売れピーなっていう感じで、楽しくパッション溢れて、今日もね、パッションつってね、しばらくこれまた凝っちゃうかもしれないけど、パッションつってね、やっていこうかなって思ってるわけ。ね。わかりますか？俺が言いたいことを。非言語なんですよ。ね。言葉を介したコミュニケーションなんて本当に一部でしかなくて、非言語のコミュニケーションを取ってるの。ね。五感を通じて、これなんですよ。で、それやっぱりハートを開いて感じるさ、力っていうのを取り戻せてないと感じ取れないよね。もう見抜けますよ、それ。で、なんで見抜けるようになったかって言ったら、いっぱい失敗してきたからだろう。人とコミュニケーション取ってさ、本当に僕はね、恋愛もたくさん失恋してきたし、ねえ、もう何歳になろうと失恋してきたし、それでも、人を愛するってこと、ねえ、諦めかけたけど、また、するようになった。お、なんかかっこいいね。ちょっとなんか抱かれたくなっちゃったね、自分が自分に。ねえ、ね、本当にそれ、ただそれだけ、ねえ、恋愛もそうだしさ、人間関係っていうのもそうだしさ、やっぱりね、それはなんか喧嘩なんかみんなしたくないかもしれないけど、時には相手が嫌がることでも伝えることが愛だったりするでしょ？でね、さらに俺今日本当にね、これね、もう最近のことなんだけどね、超感動しちゃって、涙、実はね、出ちゃったの、もうこの動画撮る前とかにね。今はちょっと残念ながら流れないんだけど、またここでバーって流れると、すげえ好感度が上がって、個人セッションとかいっぱい入っちゃう可能性あるんだけど、やっぱちょっとそういうの演技ではできないから、もうただね、今日ちょっとね、泣いちゃったんですよね。それはね、ある友達とね、その彼とは、もう数年前に、繋がってたね、まあ、ちょうど5年ぐらいのお付き合いですかね、5、6年っていう、4、5年かなぐらいのお付き合いですけども、僕はちょっとやっぱね、会社がうまくいかなくなった時に、彼に仕事をお願いしてて、その、仕事代をお金をお支払いしなくちゃいけなかったわけですよ。もちろんね。ただかなりね、金銭的に厳しい時期だったんで、ちょっとねそれを待ってほしいと、少しずつ返させてほしいって相談をしたら、彼はね泣きながら俺に、それはダメだと、信頼関係でやったことなんだからちゃんとやってほしいと、じゃないともう吉川さんとは付き合いませんみたいな、ちょっと年がね僕より下なんですけど、うわそうかって言われてすげえ嫌だったんですよ。もうちょっとカチンときてたの、俺こんなに苦しいのにさ分かってくれないんだみたいな。でもさ、ちゃんとも返そうと思って、ね、返すようにしたんですよ。ね。で、それから少し時間が経って、今度は彼から恋愛の相談をすごいされて、ね、僕ほら、すごい失恋とかたくさんしてきたんで、一応恋愛上手？床上手かどうかちょっとわかんないね。そこは関係ないね。うん。そこは床ベタだと思うんだけども。さ、たくさんやっぱり恋愛してきた分だけ、相談されることもすごく多くて、で、彼からも相談されて、で、彼がその時にね、ちょっとほの字になって夢中になってた人が、ちょっとこう、お金の契約みたいなね、やっぱりそういうのってあるじゃないですか。ね、大人の世界って。で、盲目になっちゃったから、相手はお金目当てで彼とね、一緒にいるみたいなことをしてるだけで、本当にもうその気持ちなんかないよっていうような関係だっていうのがもう話聞いててわかるわけですよ。でさ、そこでなんかさ、上辺の付き合いだったら、まあなんとかなるかもしれないしさ、とか、なんかその手のいいね、聞き障りのいいことを言ったかもしれないけど、いや、絶対それはそういうね、契約のつもりでやってるよ、みたいな。で、全部 LINE とか見せてもらったりとかして、でもここでこういう会話がとかって、なんかもう期待の目で見てるから、そんな風にこうやって見えるんだ、みたいな。見えないですよ、みたいな。明らかにそうじゃないですか、みたいなね。なんかそういうのとかもちゃんとぶっこんで言って、だお互いになんかそうやってさ、ぶつかり合いながらも育んでった、絆っていうのが、今ここに来てね、花開いてさ、本当に良かったなと思って、お互いにやっぱりね、相手が欲しいものではなく必要なものをね、厳しい言葉かもしれないけど伝え合えたっていうところから、これからやっぱりその彼ともね、一緒にワンネスラブの次元でね、楽しいことがいっぱいできるなっていうつながりにね、また結びついてきてるわけですよ。男でも女でも関係ない、もう濃い俺の胸の中にね、ちょっと脅威がガリポンなんでね、あんまりないんで、あんまりこれからちょっとなんか広げていこうかなって、よりね、肉体的にもね何言ってるんですか僕は。で、まあ、そんな感じでね、言葉はそんなに必要ないよっていうこと、だからそんなに緊張して生きる必要ないのね。なんか言葉を使わないとさ、伝わらないんじゃないかっていうのは思い込みだからね。そうするとリラックスして等身大のお前の話を目の前の人はちゃんと聞いてキャッチしてくれるようになるぜ。ああ、言葉の奥にあるハドゥーのね、ハドゥー。てな感じで、今日も最後にご紹介いっちゃいましょうか。オーマイ
ラララワンネスラブゴッド。チャンネル登録&いいねボタンよろしくお願いします。今日も可愛い子どうぞ。さあ今日は久しぶりに白モヒカンことチョビー、白髪様って呼ばれてますね。ちょっと最近暖かくなってきたから一緒に寝てくれなくなっちゃったね。ちょっくんねえ、ちょっくんちょっくんねえ、ちょっくんちょっくんねえ、これね、白い猫ちゃんはね、なんか毛はピンクで可愛いですね。嫌なの？ねえちょっくん、こっち向いてちょっくん、ねえ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 、こっちこっち向いて。はい、ドアップでした。はい、そっぽ向いちゃって、あ、こっち向いた。バイバーイ。